てる人誰も知らないやろ、仲間に出てたって言っても同業者でも、同業者なんか分かりますよね。あの、知らなくてもって言ってるのか、刈り上げと2ブロックを取った。その2日目、はい、というわけでいろんなトラブルがありまして2日目になりましたけれども、はい、じゃあ次は私マシュキレイライトがこのウィッグを使って、じゃあ、ソフトモヒカン、まあ現代風にアレンジしたのをちょっと言ってサードインパクトを起こしたいと思います。で、今回はちょっとスクエアの感じで、こう2ブロックで、ほほほほほ、2ブロックで、ソフトモヒカンを作っていこうかなと。なるほど、変化球ですね。変化球でたまにあるんですよ、あの2ブロック、ソフトモヒカンで2ブロックっていう要望が、で、いろいろ調べて多分これが正解だろうっていうのを見つけたんで、それをやっていこうかな。じゃあ、今回は2ブロックの部分が分かりやすいように3ミリで、はい、いきます。サイズは3ミリで、3ミリ、おもったいねカットウィークだからね、いっか。なんか2ブロックの時に気をつけてることがあるんですか？気をつけることは、はい、まあ特にはないですけど、でもやっぱりこの耳周りと、あとはまあこのどこまで刈るかっていうバランスだけだよね。あ、そうですね。それじゃあやっていきましょう。それで後ろの部分を、はい、後ろの部分は刈り上げで、刈り上げで、刈りの上げで、ほう、露出が合わない。そうですね、ちょっと低かったですね。まあいいか、あ、落とし腰で頑張ってください。ミヤは腰は大丈夫？やられてない？全然大丈夫ですね。やっぱり美容師、美容師の職業病の人からさ、腰痛とかヘルニアって、そうですね、これを苦にしてやれちゃう人って結構多いからな。腰もいますね。あの、よくシャンプーでやられるんですよね。うん、シャンプーは腰に負担かかるよね。ああ、よく食べたな。これはか、あ、後ろ何ミリでしたっけ？後ろは、ちょっと横の2ブロックの部分と差を出すだけで9ミリで、9ミリで、はーい、下の部分をグラデーションで6ミリで、はーい、少しだけ綺麗にここは整えるぐらいの感じで、了解です。あとはハサミで取っていきますと。これじゃこれ。このくらいで設定しようかな。これで。それナルトのハサミですか？いいなぁ。ナルトのハサミってすごい高いんですよ。ナルトはね、昔で言うハイネッタ。ハイネッタ。多分見てる人誰も知らんやろ、ハイネッタって言っても。同業者でも、同業者なら分かりますよね。結構俺たちとか上の世代の人たちじゃないとハイネッタって通じないよね、ちょっとね。本当はもう憧れのハサミですよね。伝説。それこそ都市伝説的なハサミなんだけど、知らなくても生きていけます。全然生きていけます。
クソ高いんですよ。だって新品で言うと3とか30万とかだもんね。1兆30万やばいっすね。でもそれこそリオスさんこそハイネッタとかで揃えてる人とかいたんちゃう？いたらしいっすよ、もちろん。ただ、うん、やっぱ持ってたら、うん、あ、え、ナルト持ってんだってなりますよね、やっぱ。なるほどね。俺もでも、俺の他に持ってる人って今まで1人か2人ぐらいしか出会ったことない。あ、うちのオーナー持ってました。まあ、だろうな、オーナークラスになったら。やっぱ、カットショーとか出るときに、やっぱ、箔がつくからだろうね。あ、やっぱり、まあ、今はステータスだよね。ステータスですね、うん、もう今は全然そういうのないだろうけど、昔でもやっぱ、ありますよ。あるのかな。あります、あります。だって、こうって思いますもん。研がなくてもいい魔法のハサミって言われてたけど、どういう、今どういう構造なのかわからない。でも実際俺はこれ研いでないから。あ、全然切れます。うん、切れる。へー。美容師のハサミとかの技術とかってすごい上がってるからさ。上がってますね。普通のそれこそ10万円しないぐらいのハサミでもすごくいいものってたくさんあるからね。そこまでこだわらんでもっていうのはあるんですけど、でもやっぱりうちらの業界もそうだけどさ、すっごいやっぱり技術持ってる人とか、やっぱりすごい人って自分の道具にこだわってるよね。こだわってますね。しかも大事にしてますよね、うん。すごい人だったらどんな道具でもちゃんとできるんだみたいなことを言ったり聞いたりするけどさ、でもすごい人ほど自分の持ってるものにこだわってるんですよ。やっぱりね、それこそ全然違うけどミュージシャンだったりとか、いろんな業界のすごい人って自分の使ってるものにこだわってるよね。そうですね。こだわってないとやっぱりダメなんだと思う、デートは。うわぁ、前も言ったけど、やっぱり前に鏡がないってこんなにやりづらいもん。確かに。わかります。ちょっと左右っていうか、ちょっと。やっぱまあ、鏡ってやっぱ大事っすよね。重要なんだな、この。そうなんだよ、今何度も鏡を見る癖があるからさ、チラッと見てるんだけど、今カメラしかないんだよね。前に。やっぱ指令って確認するのに。そうなんだよ。ほんと。鏡重要なんだな、やっぱり。前別のところで働いてるときに、3.11 の時に、うちの組合で、支援でカットに行ったんですよ。自分は行かなかったんですけど、その時、やっぱ避難所とかで、みんなのね、避難してる時人をカットしてあげてて、やっぱ鏡がないからすげえ大変だったっすね。あー、大変だった。結構ね、そういう被災地とか、震災とかあると、そういうところ美容師さん行くと喜ばれる。ああ、結構喜んでくれたらしいですね。あと、ちょっとだけ質感のために今、セリングを入れてます。手先だけ。もね、人によってはね、あんまり入れたくないとかそういう人もいるんだけど、なんかセリングって単純に量を減らすとかそういうだけじゃなくて、こう毛先の動きを出したりとか、そういう用途もあるから、一概に入れない方がいいっていうものではないんだけどね。本当、あんまそのセリング入れたくないっていう人って、あんまり上手じゃないスタイリストに切られて、あトラウマになってるのかな。多分トラウマになってるのあると思うんですよね。あ、たまに付き合いって思ってる技術者いるじゃないですか。あ、まあね。確かにセリングに対してはちょっとトラウマとかそういうものを持ってる人もいたりするかもしれないけど、
で例えば分かりやすく言うと、こうやって毛束を出した時にどこを取るかだよね。どこ取るか、毛先の部分を取るのか中間を取るのか、この根元を取るのかによって用途が変わってくるから。全然違いますよね。そうだから一概にセリフ入れないんですか、ここすっごいボリューム出てもっこりしてるのにって思うこととか、こっち側だとあるからね。スニングでボリュームも出せるし減らせるし、みたいな両方できますもんね。そうなんだよね。ほんとそこら辺をなんとか伝わればいいんですけどね、なかなか難しいんですよね。なんか実演しないと分かってもらえないじゃないですか、これはね。ちゃんとそのスタイリストの説明を聞かないと分かんないよね。それかよっぽどそのお客さんが分かっているからっていうのがないと。まあそれでセリングは誤解されるかな。本当、一番カットで難しいケースだと思ったんですよ、セリング。まあ単純に量を減らした方が、はっきり言って扱いやすくはなるんだけどね。ただその減らすと、やっぱカットラインがなくなって、ボケちゃうのと、まあ、確かにスタイルとして変になるっていうのもあるし、そうなんですよ。意図して切ってるところがボケボケになっちゃうっていう、そこら辺難しいですよね。忘れた。つないで。さあ、つなげるでしょうか、これは。あ、これ作るのいいか。え、あ、クルーンでいいっすよ。まあ、どうしよう。あ、取りづらい。これ取りづらい。硬いっすからね。硬いよね。ほんと、生え際のそのあたりってすごい大事ですよね、処理って。そうなんだよね。こう、怠ると、後々変になっちゃうからね。よし、じゃあ、とりあえずこんな感じで微調整して、はい、まあ、ベースカットは終了ですね。はい、じゃあ、長い、宮野と自分のと仕上げて、はい、完成させましょう。了解です。宮波完成しました。はい、2日間による。そうですね、カット引き完成しました。長かったです、ね、今回はじゃあソフトモヒカンということで、はい、じゃあまずベーシックな宮の方のウィッグからしてください。これですね、もうこれこそザ王道って感じ。ザ王道ですね。皆さんの知ってる多分ソフトモヒカンはこれなんじゃないかなっていう形で収まったと思うんですけど、まあ、だいたいこれに近い感じですよね。周りが短くて、で上がちょっと長めに残してあって、もう立たしてある、うん、でそれでちょっとフロント目に流し目にセットしてトップを立たすって感じですよね、うん、まあちょっとねスタイルとしてはトップも短めではあるけども、うん、これがまあ分かりやすい、そうですね、王道のソフトモヒカンっていう感じですよね。ほんと、多分これ教科書通りだと思います。教科書通りの日本で使われるようなソフトモヒカンが多分これ、そうですね。いや、お見事でした。何の変化球もないやつですから、はい、素晴らしい、はい、じゃあ続いて私なんですけど、はい、ちょっと変化球を加えすぎたマジ変化球ですよね、それこちらですちょっとね、毛量が少なくてね、セットがうまくいかなかったんですけれども、今回は横を2ブロックにして、はい、まあ、普通のスタイルかなと思うんだけど、これ完全に立たせると同じように真ん中の部分が長いソフトモヒカンっていうラインで作ってありますんで、で、後ろもちょっと刈り込んで、はい、刈り上げてあるっていう感じで、まあ、これでもソフトモヒカンですか、ね、これでももう立派なソフトモヒカンですから、そう、私はソフトモヒカンですって完全に威張れる感じの威張っちゃう感じの、まあでもちょっとアクセントを加えてるんで、はい、少しおしゃれめな感じで仕上げられると思うんで、確かに。いや、陣頭だったらね、もうちょっと量が多いからもう少し形、スタイルとして形になりやすいんだけど、まあ、あと寝ますしね。そうなんだよね。これもやっぱりウィッ特有の生え癖がないからね、生え癖がないな。そうそう、まあワックスを使ってちょっと垂らすって分かりやすく立体感出したんですけど、まあこのぐらいで、ちょっと遠目から見るとえ、この人薄いのみたいな感じだけれども、これも一応ソフトモヒカンのスタイルとして成り立ってるんで、まあこういう感じで、今ソフトモヒカンってやっぱり多様性があるから、一つソフトモヒカンっていう言葉だけでもいろんなバリエーションが取れると思うんで、特にね、皆さんワックスとか使ってセットすると全然違う表情を見せてくれるスタイルの一つだと思うんで、ぜひ今ソフトモヒカンの方はいろんなスタイルに挑戦してやってみてください、そうですね、一つのことにハマらずに、はい、うん、もうこのスタイルだけでももう
寝かすっていうだけでも、ダウンスタイルするだけでもだいぶ違ってるからね。全然違いますね、寝かすとね、うんうん、いろんな表情を見せてくれるスタイルの一つだと思うんで、うん、皆さんもやってみていただけたらありがたいです。お、というわけでこの動画面白かった人は高評価、それからチャンネル登録の方、あと概要欄の方に、SNS、Twitter の方を書いてあるのかな。いや、多分大丈夫です入ってると思うので、そちらの方チェックしてください。頑張ります、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。